防衛省はデータミスが見つかった地上配備型の迎撃ミサイルシステムイージス・アショアの再調査に関して外部の有識者会議を設置しました。イージス・アショアをめぐっては防衛省の秋田県への説明資料にデータのミスが見つかるなどしたため地元の反発が強まっています。防衛省は測量や電波などの技術的なアドバイスを得るため今日外部の有識者による会議を立ち上げました。会議では周辺の電波状況や地下水や土壌など環境に与える影響を検証し再調査に反映していく考えです。防衛省は再調査を今年度中に行い来年度には秋田県など地元自治体への説明を改めて行いたい方針です。